世界から生まれる深い美しさ、勝者でしかも現代感覚にあふれた造形美を見せる象牙彫刻。象牙は清らかな肌触りと美しい光沢を有しているため、工芸品の素材として極めて優れた要素を備えている。かつて象牙彫刻は浮世絵、歌舞伎とともに江戸庶民が生み育てたものだ。江戸時代、象牙は根付、髪飾り、三味線鉢などに盛んに用いられ、武士から町人階級にまで幅広く愛用されていた。そして今、象牙製品の主要なものは現代の生活様式に合わせた製品として伝統的な技法によって作られている。美術工芸品である根付。根付の材料は質のいい象牙である。墨付け、図取りされた素材を作品の図柄に合わせて切断する。先代から代々受け継いだ伝統の技を駆使して根付が作られる。まず材質のいい材質、いい材料、これはもう基本的にも絶対的条件なわけなんです。ですがなかなかこの象牙はいろいろピンクや切りまでありまして、いい材料悪い材料、まあ、ここで見てもらうと分かりますが、ここいらはっきり言いまして最高の材料です。根付にいたしまして、はい、もう昔はですね、これはアフリカ象の牙ですが、昔はインド象の牙を戦前は使いました。でインド象の牙の材質っていうのも根付け、まあ昔よく陶型という言葉を我々業者は使っておりますが、これがもう一番適した材料ですが、これはもうはっきり言いましてインド象の牙っていうのは入っておりません。たまたま入っておりますが、現実に輸入できないことになっておりまして、ですが今使っておりますこのアフリカ象の牙でもなかなか良質のものも結構ございまして、こちらの材料がいい材料で、まあ悪い材料といいますとですね、これ目を見ていただくと、先ほどと比べていただくとよく分かりますが、目がだいぶ粗い材料でございます。これはもう根付には向きません。はっきり言いまして、いい品物ができないと、目が粗いと細かい細工ができないということでございますね。根付の大きさによっていろいろございますが、大体基本的にはだいたいこれらの寸法に切断しました。これをだいたい3つか4つにだいたい割って、それで1つの根付を取るということでございます。